ムシチュイ2世の因児ムシチュイ2世は、ポモジェ東部のシフィエチェコグダニスク公シフィエントペウク2世の息子として生まれ、父の死と共にシフィエチェコとなり、1271年からは、グダニスク公を兼ねた。オジノルビシボ、公焼サンボル2世の死後、ムシチュイ2世は、ポメレリア地方の全域を支配下に収めることができた。1269年、アルンスバルデの和役により、 ブランデンブルク編教博がポメレリアのムシチュイの両国に対する総試権を獲得した。ムシチュイの弟バルティスラフ2世はグダニスク公を務めていたが、兄とその同盟者であるブランデンブルク編教博たちによって両国を追われた。バルティスラフはドイツ騎士団国家の元に逃れ、1271年に亡くなった。生き残ったュイの男系親族は、 ボメレリア南部を支配するオジサンボル2世のみだったが、同様に、ムシチュイによって両国を追われ、騎士ン国家に身を寄せた後、1276年に死んだ。こうして、ムシチュイ2世はボメレリアの単独支配者に登り詰めた。ムシチュイ2世には男子の相続人がなかったため、アルンスバルでの和訳が存在する以上、その医療はブランデンブルクにわたると思われていた。 しかし、ムシチュイは1282年に、ケンプノの,の和役を結び、登園にあたるポーランドのビエルコポルスカコープシェミス2世を、全領土の相続人に指名した。この結果、ブランデンブルクとポーランドとの関係は、敵対的なものになり、1308年のドイツ騎士団によるグダニスク占領を招いた。ムシチュイは1275年に、クヤビコカジミエシュ1世の未亡人、 エウフロジナと結婚したが、1288年に彼女と離婚して、元修道女の愛人、スリスワバと再婚している。ありがとうございます。